遠くに聞こえる甲高い鳴き声。身を潜め、ひっそりと進む。殺気立った犬がいる。噛むよ、噛むよ、噛むよ。銃を持ち、迷彩服に身を包んだ男たちが。そして迫力がすごい。広島秘境ツアーズ、3人の女性が自分史上最高の美しさを目指す2日間。じゃあ予想外の展開。一体どんな旅になるんでしょうか。11月プレミアムツアー初日、こちらが参加者の3人。今朝会ったばかりです。テッシーって呼ばれてます。鳥取からやってきたテッシー、美しくなってお一人様を卒業したいと参加。 G でお願いします。 G。 岡山から来た彼女は G。40代が近づき、もう一花咲かせたい白衣の天使。東京から参加したパル、フードコーディネーターで、モットーは草食男子撲滅。写真も撮ってもらえるんですよね。もっと綺麗にならないかな。褒めてください。土曜日にエステに行く。それ最初から先取りだしじゃない。ちょっと姉さん、先取りし続き美容院に前のめりになったじゃん。美容院。テッシーの抜け駆けにいきなり盛り上がる3人。さすが女子、打ち解けるのが早い。そうするうちに車はとんでもない悪路へ。3人はジビエ狩りの現場にやってきました。ジビエは低脂肪高タンパクの美容食と言われていて、広島県の隠れた名産です。私ここから歩いて、もうちょっと上に池があるのでそこまで歩いていきます。で、この最後の車から向こうぐらいからちょっと静かめにお願いします。この方は今回特別に3人を狩りに連れて行ってくれる横田幸典さん。広島で活躍するハンターチームジビエ横田の代表です。これは横田さんがキジを撃った時の映像。単に獲物を取るだけでなく、適切に肉を処理しレストランに卸すまでを手掛ける数少ない存在です。横田さんに続いて山道を歩くこと5分。動きがありました。待ての合図です。横田さん、ハンターを偵察に送り出します。弾を装填しました。上物のカモがいるようです。先に進むと、これ以上近づくなとの指示が。池のほとり、ハンターたちが位置につきます。そして次の瞬間、スローでもう一度。音がすごい音だった、響いてる。
池に落ちた獲物を狩猟犬が確保に向かいます。ほらほらほら、はい、さっき言われてる、これはね、マガモのオスで、まあ通称青首ガモって言われるカモです。普段僕らがイタリアンレストランとかで食べてるのはカモですもんね。カモですね。カモの食ってるんですね。そうですね、まあ養殖が多いですけど、こういう天然はなかなか。天然だと美味しいんですか？美味しいと思います。全然違うんじゃないかな。油の質がやっぱ命の重みかな、すごい感じました。けどなんかみんなと話しとって、そう食べいただきますっていう気持ちになんか変わってきた。お昼過ぎ、広島市内に戻った3人は横田さんの食肉処理施設へ。取ったカモは身をきれいに洗い、冷蔵庫で熟成させます。10日ほどでジビエ本来の深みのある味わいが引き立ってくるとか。料理されるシェフによってどれぐらい置いとった方がいいよっていう、まあ好みの問題も、1週間ぐらいで持ってきてくださいとか、10日ぐらい、中には2週間で持ってきてくださいとか言われることもあるので、でそれに合わせて納品するようにしてます。横田さん、3人が明日食べるジビエを事前に取っておいてくれました。広島の山中で採れたイノシシ。突然ですが、ここでクイズです。広島市内に突如現れたこの男性、ツアー客3人の誰かのいい人なんですが、わかりますか？答えは後ほど。女子3人組はまだまだ精力的に広島を楽しみます。夕方足を伸ばしたのは、多くの酒蔵が立ち並ぶ酒の都西条。大正7年創業の貨物る酒造で、オバマ前大統領が安倍総理と組み交わした大吟醸酒を試します。めっちゃあるよ、梅酒がある。ちょっとずつがいいよね。おいしいね。じいさん、お一つお買い上げ。それはどなたですか？うちはお父さんです。お父さんです。さて、お待ちかねの夕食は西条名物の美酒鍋をいただきます。ある程度火が通りましたら、日本酒を入れていただきます。ゆっくり、はい、全部入れていただいて、はい、なんと水の代わりに使うのはご当地の日本酒。アルコールは飛び、日本酒の旨味だけが残る酒の都ならではの鍋料理です。すごい自然な旨味を感じますよね。日本酒ってすごい美容にいい成分がたくさん含まれてるので、それを丸ごと吸収できるっていう、理にかなってる美容食だと思います。今日美っていう言葉に弱いね。夜も更けて今夜のお宿、グランドプリンスホテル広島です。すごい、お部屋は昨年リニューアルされたプレミアデラックスツイン。なんか小顔にこう、なんかこういう影作ってくれたりとか、鼻とかそういうのもやってくれるんですかね。普段なかなか自分だと。いよいよ明日は自分史上最高の美を目指す変身の日。3人の期待は膨らみます。プレミアムツアー2日目の朝、ホテル自慢のエステからスタートです。今回受けるのはホリスティックトリートメント。体に7つあるというチャクラポイントに着目した施術です。ストレスが抜けて女性の美しさを際立たせてくれます。ここでちょっと気になる男性のこと聞いてみました。います。
あ、綺麗になったねって言ってくれたら嬉しいなって思いますけど。あ、います。婚約者がいます。いません。婚活中です。果たして広島に追いかけてきた男性は誰のもの？あ、ここだ。そして3人は待ちに待ったジビエランチへ。ここスペランザは広島のジビエ好きが集まるイタリアンの名店です。こちらがオーナーシェフの石本さん。ジビエ横田から届いたキジの胸肉はオリーブオイル漬けに。三段重なんで卵が。お肉から出てきたんですか？そうです。フランスとかだとお客様召し上がるとあたりっていう卵は外しますね一応。はい、まあ、なるべく入らないような。そのキジとイノシシを使った低脂肪高タンパク美のためのフルコースです。ジビエってもう冬のご馳走ですからね。僕らはもうご馳走だと思っていつも調理させてもらってるんで、はい、今しか召し上がっていただけないんで。まずは玉が入っていた生地肉のローストから。思ったよりほんと柔らかくて匂いも全然しないですし、初めて食べたんですけど結構いけますね、ジビエ料理って。ハンターさんとかが取るとかああいう過程を知らなかったら、うん、考えずに食べてしまいそう、うん、なんか昨日見たからなんかこれが貴重なものに感じます。イノシシの肩ロースは鉄板で焼き上げます。甘みのある安納芋のソースでいただきます。ただの食いしん坊。香ばしい香り。でなんかすごいそのまんま焼いてるんですけど、なんか全然これ本当に臭みがなくてすごい凝縮された旨味を感じます。なんかうちの近所も栗とかすごい食べられてしまうから、その芋も掘り浮かされたりとか、こんなに美味しくできるよって言って、これはある意味近所のおっちゃんに伝えたい。ちょうどその頃、あの洋服も何もないので髪の毛のこのラインと目顔だけでやる。ツアーに参加した3人をメイクと写真で自分史上最高の美しさに導く会議が開かれていました。ヘアメイクアップアーティストの山本ひろみさん、広島出身で女性誌やテレビで活躍しています。撮影は岩崎日照カメラマンです。午後2時過ぎ、3人がスタジオ入りしました。いよいよツアーのクライマックスです。おびただしい数のコスメティックを使って3人の変身が始まりました。メイクは基本光と影を操って綺麗に見せるものなので、光と影を効かせて写真を撮ると今まで知らなかった自分の表情っていうのが出てくるんですね。その人の個性をちょっとこう強調してあげるようなドラマチックさを出せたらいいかなと思います。メイクには世界に名だたる熊の筆が使われます。3人の美に磨きがかけられていきます。最初真っ白に塗られてたりとか、なんか唇の色消したりとか、結構想像つかない、これどうなるんだろうって思ってたのがどんどん完成してきて、すごい変身していく姿が面白いです。こうなれば変わるんですけど、こうなればみんなせっかく眉毛綺麗に描いてもらったからちょっともったいない感じが。メイクが完成した順にいよいよ撮影がスタート。元の、その元のこのギューに戻して、そう。まずはチーから。顔はね、なんかこなれてきた。表情が。はい、次。私も撮っといて。なぜかストレッチをして、テッシーの番。すごい、とてもここ
が綺麗でしょ、うん、とにかくポイントはそこだから。あとここのラインね、うん、撮った写真は逐一モニターでチェック。表情や仕草などベストの1枚を目指します。かわいいかわいい、お人形みたい。ラストバッターのパルはな、何やってるんですか。これが小顔になるヨガです。撮影前にちょっとでも小顔になろうと。さあ3人はどこまで変身したのか。お一人様を卒業したいと言っていたテッシー、お茶目なキャラとは正反対のミステリー、それともオリエンタル。40代手前でもう一花咲かせたいと言っていたチー、華麗なる変身ぶり、これはもう事件です。草食男子撲滅のスローガンを掲げるパル、これはパリジェンヌ、いえ草食男子カリジェンヌ。記念に3人のユニット名を考えました。何にしよう何にしよう、3人揃ってパリュードです。なんで自分若いのに。さてお待ちかね、クイズの答え。ツアーについてきてしまったこちらの男性、一体誰のいい人。あ、すごいすごいね。あ、全然別人ですね。まあポテンシャルがポテンシャルなんで、まああんまり変わらんかなと思っとったんですけど、まあ全然変わったんでびっくり、綺麗になった、本当にびっくりです。言われたいなと思ってたので念願が語ったかなと思います。はいよいいよ、もっともっと、はいよ。すごい可愛いね。すごいいいよ。お二人どうかお幸せに。日も暮れてツアーもフィナーレ。3人は広島の新名所折り鶴タワーの展望台へ。わあすごいね。すごい。ドラマチックですね。素敵。テッシー、チー、パル、広島秘境ツアーズいかがでしたか。食べること、楽しむこと、メイクすること、なんか内見外見全部広島には詰まってるんだなと思いました。横田さんのお話を伺ってすごい考えさせられることがありましたし、すごい自分の意識も価値観もすごい変わって素晴らしい経験になりました。非日常の世界を体験させていただいて、こんな貴重な経験は多分二度とできないなと思って、もう本当終わるのが寂しいですし、広島住みたいなってすごく思いました。このインタビュー中、偶然夜空に季節外れの花火が。広島で仲良くなった3人、カリウドもこれで解散です。楽しくて仲良くなれた。またなんか広島で集まれたら楽しいかもしれないなって。